はい、ではやっていきましょう。マリオンドルイージー RPG。 なんだろう、今たった今城の中に、この先は立ち金である、入って、なんだろう、マメラ王女のところに行けばいいのかな。これなんだ、なんだろう、これ気になるな、いろいろ。お、おいおいおい、これマリオ殿、ルイージ殿、私はこの城の豆バーというものじゃがの、門番から聞きましたぞえ。お主ら本当にあのマリオとルイージか。あれ、このババアオープニングでピーチ姫に、うーん、確かにそのジャンパーはマリオとルイージに見えなくもない。なんじゃ、何を言っておるんじゃ、もっと大きな声を出しとくれ。うるさいわい、もっと小さい声で喋れんのか。見ての通り街はあの状態、そしてこの城はただ今限界態勢じゃて。そんな時にお主らみたいな怪しい二人組を女王様に合わせるなどもってのほかぞえ。わしは女王様に長く仕えてきた豆バーとして城の安全を守らねばならぬのじゃ。ああ、あの豆バー偽物だと踏んだぞ。よく聞きなされ、お主らが本物のマリオブラジャーズならこの城の水道管を直してみせるのじゃ。お、見事直せたらマメラ女王様にお会いさせますぞえ。さあ、本物のマリオブラジャーズの働きっぷりを見せてくりやれ。お、本職の本職来たぞおい。はい、すいません、ちょっと休憩しました。水取っただけで。おいおい、なんか水道管だからってあの青いハエ。お、これぞマリオブラザーズじゃないか。タイミングわかんねえ。ハエヘ、ちょっとハンマーの練習も兼ねてハンマーで倒そうか。いいね、ラッキー、経験値多いな。これ何、ハート。おお、 HP と BP がフル回復した。なるほど。で、お前はなんだ、緑のトゲゾウ、これまたマリオブラザーズじゃないか。いいね、いいよ、こういう懐かしの敵が出てくるの俺好きよ。え、こいつら硬いな、何気に。 OK、 下から突き上げて蹴飛ばせないのかな。懐かしいね。お、弟レベルアップ。じゃあそうだね、被弾率が上がってきたから HP でも上げようかね。いいね、2、まあ、被弾率が上がってきたのは俺の腕でなんとかすりゃいいんだけど、これ叩けばいいのか。これ全部叩けば道が開くのかな。お、水がたくさん流れてゲートがオープン。あー、なるほど、水道管の水漏れ部分は全線を叩きつけて穴を塞ぐことっていうのを今やりました。しまった、よし。これも敵はまあなるべく避けながら、まあ当たっちゃった時は倒すけどカットぐらいの気分でやっていこうかな。おいおいおい、水漏れ直したら敵が湧くってなんだよそれ。次どこ行けばいいんだ。マメリア城下水道管理マニュアル2、水道管に水を通すにはハンドルをくるくるくるっと回すこと。なるほど、スピン、これで、あー、水が流れたけど結局もう一回塞がなきゃいけないのか。ハンマー使って、あー、しまった、よし、しっかり倒してハンマーで、水がしっかり流れることでゲートが開く。
ゲイ。これもまた同じことを繰り返せばいいのかな。まあアイテムを確保して、あーしまった。マリオー、おいおい、そこでマリオ狙うか、やらしいやつらだ。なんね、お兄さんレベルアップ。よし、じゃあそうだね、パワーはなんとなく今いい感じに上がってきたから BP 上げよう。 BP いいね。2つ、一応キノコ使っとこうか。でスピンで水を出し、ちょっラッキー、ラッキー一番。弟レベルアップ。弟は火力だな。あ、やめときゃよかった、1しか上がんねえ。あの歯車はもうフェイントってことでいいのかな。この奥高にありそうな水道管、おいおいおい、OK。 これでまたスポポポポーンだろ。何？ピンポーン。なんだろう、何かをクリアしたな。何かクリアしたけど全然わかんねえ。水道管をひしこいて回して、あー、さっきのところの水道管が開いたわけだな。アイテム回収して、よし、さっきのところ戻ろう。これでよしかな。で、そこのゲートが開くから、あのハエどもを避けながらか。せっかくだから倒していこう。こいつは倒しやすいのにな、とか言ってるとダメージもらう。 OK、 セーブポイントがあるね。おお、助かったぞえ、助かったぞえ。おいえ、おいえ。そ、その他たちはマシア、キノコ王国のマリオブラザーズでは、あれっていうか、なんでお前らこの、え、さっき捕まってたじゃん。なぜマリオブラザーズがこのようなところにおるんじゃ。あ、なに、わしがマリオ殿たちをここに落とした、水道管を直すと言ったでしょ。はて、わしらはゲラゲモーナの土地に襲われずっとここに閉じ込められていたましたぞえ。ってことはさっきのババアがパチモンってことかい。ああ、ギヒヒヒヒ、愚かなマリオブラザーズめ、あたしの罠にまんまと引っかかりよったわい。水道管を直すとスタービーンズのガードシステムが消える仕掛けなのだ。欠陥品って言うんじゃないかなそれ。ゲラゲモーナ様、早くそのスタービーンズを取ってここからずらかるる。ゲヒヒヒヒヒ、ついについにスタービーンズとピーチ姫の声が揃ったわい。なんだろう、それが揃うと何かがあるの。あらゆる願いを叶えるという不思議な豆、それがスタービーンズ。スタービーンズの不思議の、その不思議な力が悪しき心の者の手に渡らぬよう、我々はこの城の中で守り続けてきたのじゃ。水道管を壊していくことによって。ゲラゲモーナの目的はスタービーンズに違いないわ。おお、マリオブラジャーズ殿、はよう、スタービーンズのもとへ。スタービーンズだけはあやつの手に渡しようならん。はよう、はよう、もともと戦闘。じゃあ、もともとしながら行くか。この、おばちゃんたちが捕まってたところには、まあ、例の通りアイテムがあるんだな。
ゲラゲモーナがこの城にいると思うと怖くてここから出られないわ。3、4、5、6、7、8、9。シロップ、お前は？マメラ女王様はご無事かしら。マメラ女王に用はないんじゃないか、それじゃ。おー、なんかマコーロ見て爆破して脱出するんだよ、きっと。あー遅かった、スタービーンズが。ゲヒヒヒヒヒ。スタービーンズとピーチ姫の声はすでに私の手の中じゃ。ピーチ姫の声でスタービーンズを目覚めさせればこの世界はゲラゲモーナ様のものになれる。そういえばお前たちはこの国のマメラ女王に挨拶してないそうじゃないか。それはちょっと失礼というものぞ。なあマメラ女王。ぐるるるる。なんだなんだ、まあ、茶でも飲みながら外交問題でも話し合うがいいぞ。ギヒヒヒヒヒ。うがー、何何、ちょっと待って、ボス戦かい。やばいな、やば。とりあえず回復しよう。とりあえず一回回復しよう。待って待って、戻って夏で回復しよう。夏で一気に回復しよう。オッケー。よし、そしたらまあブラザーアタックの応酬だ。いてえ、待って。お、何アドバンス。なんだ今の。なんだろう、今ので何かをひらめいたのかな。でタイミングが違う。で見た感じ、さっきの感覚では今王冠があるからジャンプ攻撃が効かないな。ハンマーで殴るしかないのか。待って待って待って、そいつは地味ってやつだ。待って、少しずつ後退してるなあいつ。よし、避けた。基本攻撃あれだったらよ、なんとかなると思う。よし、ハンマーで押し出していこう。いいね、棒でもなんとかなる。よし、押し出し、押し出し。もうちょいなんとかならんかな。何か他に戦い方があるか。1ダメージしか入ってないもんな、だって。あ、腕か、腕に攻撃だな。よし、なんか今チラッと選べたろ。もう右腕選べる。じゃあ右腕にブラザーアタックをかましていこう。何今アドバン。なんだ、おー、華奢な華奢な手になった。これで本体に殴れるだろう。待って待って、避けなきゃダメか。なんか敵増えたぞ。あそこで殴っちまうとあの雑魚敵が湧くから、あの雑魚敵はまあ回避すればいいか。しまった、増えた。敵のターンが多くなるだろう。てか多い、おい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 、何回は、なん、どんだけ吐くんだよ。で、まあ、回復はナッツで行おう。OK。これで、アドバンス。なんだろう、アドバンスはいいけど、その、コマンドがわかんねえから。てか、アドバンスって何？ゲームボーイアドバンスのこと？なんか進化的な意味合いを持ってた気がするけど。多いな、てかこの攻撃。あ、使えねえ。シロップシロップ。いいね、一気飲み。バウンドブロス。そっか、一回レベル1だか2だかにして確認すればいいじゃんね。こいつら何、わー腕復活しやがった、めんどくさいな。またこっからやり直しか。長期戦の予感。
あーしまった。待って、一回1で確認しよう。普通通りだ。腕がダメになると種吐くって、この姫は。んー、いまいちうまくいかなくなっちゃったな。で、何気にルイージもゲージがないからシロップ使おう。あー、いかん。弟が落ちる。トトジャンプ。オッケー。ああ、ダメだ。うまくいかなくなってきた。アドバンスなんだろうな。ああ、腕が復活した。オッケー。普通に殴ったくらいで壊れんかな。あ、一ターン使えばなんとかなるな。早え早え早え。ダメだ、ちゃんと一発で決めよう。 OK、 またその華奢な腕にしてやって。あ、そうか、その華奢な腕にしちゃうとすぐ攻撃されるのか。厳しいな。いや、このおばさん戦長くなってきたな。もういいよ、そろそろ。おし、オッケー。お、やった、勝った。アハマメマックスナッツリフレッシュハーブレベルアップ。いいね、ボス戦でレベルアップすると気持ちいいね。体力不足かな。なんか全体的にステータス高いからな。足の遅さをどうにかするか。いいね。おお、マメラ女王様、アギラゲモーナのにゲゲララ虫を飲まされ、このような姿に変わり果ててしもうた。このままではこの国は終わりぞえ。なんとしてでも女王様を元に戻さなくては。なんじゃ、マリオブラジャーズがなんとかするじゃと。こら、びっくりしたわい。そりゃ無理だわさ。飲み込んだゲゲラルムシは陣地を尽くしても吐き出せぬぞ。ただそう、ただ一つだけ。ゲラゴーニュの森深くにある伝説のゲラゲラソードを飲めばゲゲラルムシを吐き出せるかも。ゲラゴーニュの森へ行くと、ゲラゲラソードを見つけてくれると。ほほう、そこまで大口叩くなら、まあお願いしてみようかの。弟、何してんだい。このマメリアブローチを持って、まずは城から南西の方にあるシャトーゲラゴーニュへ行きなされ。ゲラゴーニュの森深くにあるというゲラゲラソーダが手に入れば、女王様を復活させられようぞ。マメリアブローチを手に入れた。レッツゴー。よし、じゃあここで終わりにしましょうかね。ちょっとボス戦で長くなってしまいましたんで、とりあえずここで終わりにしたいと思います。では次回お楽しみよろしくお願いします。ではありがとうございました。